さて今日はですね、またあのコラボのシリーズになるんですけれども、今回はピアノをプーチャンネルさん、前回あの北海道のイルミネーションを提供していただいた北海道のプーチャンネルさんとまた違うプーチャンネルさん、コラボ素材屋さんという名前をつけて YouTube をされている方なんですけども、この方のピアノとそれから、毎度おなじみになりました、マリポンさんが手話を、されておりました、ジョニー・ミッチェルさんが歌いました、作りましたですね、ボスサイドナウ、青春の光と影という曲を、アルトサックスで演奏してみましたので、ご覧いただけたらというふうに思います。はい、それでは行ってみましょう。 Both Sides Now どうぞ。Thank you.
はい、いかがでしたでしょうか、ボスサイズナウ、青春の、光と影、ジョニー・ミッチェルさんの、作曲の曲を演奏させていただきました。今回のコラボもですね、実はもう10月ぐらいに、やるというお話を、プーチャンネルさんとそれからマリポンさんにはお約束をしてたんですけれども、なかなか、時間が取れなかったのと、私自身がこの曲を知ってはいたんですけれども、やっぱりうまくこう表現ができないというんですかね、すごく難しかったのと、最後が少し、リッド、リタルダンドしてゆっくりになるんですけども、ここを合わせるのがなかなかやはり難しくてですね、何回も撮り直しをさせていただいて、なんとかこれでいいかなという感じなところまで来たもんですから、今回公開をさせていただくことにしたんですけれども、冬休みの宿題という形で今回はやらさせていただきました。もともとこのプーチャンネルさんの演奏を動画があるというのを知ったのはですね、私のスクールの元生徒さんでいらっしゃって、今YouTube にも、いろんな動画を投稿されている浜真子さんがですね、プーチャンネルさんとコラボもしているのを、ご自身のチャンネルの方でこう上げているのを初めて見まして、あ、これ良さそうだからちょっとやってみたいなということで、少しプーチャンネルさんの方のチャンネルでですねコメントさせていただいたら、まあ、ぜひやってくださいということで素材を送っていただいたんですけれども、そこをやってるうちにですね、手話のマリポンさんも、手話を入れられたので、じゃあ、こちらもっていうことでマリポンさんにもちょっとお声掛けさせていただきまして、今回この3人でのコラボという形にさせていただきました。やっぱりコラボ難しいですね。こう出過ぎてもいけませんし、それから、引っ込みすぎてしまってもダメ、そのバランスの取り方っていうのはやっぱりすごく難しい、なというふうにいつも、考えております。一人でこの前みたいに、一人デュエット、これもなかなかタイミングを合わせるのが難しくてですね、何回も何回もこう両パートを取り直したり、もうメトロノームをこうかけながらやって、それを一本捨て動画にしてこう編集したりとか、いろんなことをやるんですけれども、本当にね、普段からこう一人で多重録画されてる方を見ると本当にすごいなって僕はいつも感心するんですけれども、なかなか私自身そういう技術がなかったり、うまくこうタイミングが測れなかったりするのでちょっとお恥ずかしいんですけれども、今回うまくいったでしょうか。まだ動画の編集をしておりませんので、これから取り掛かるんですけれども、またよかったらコメント欄で、どんな感じだったか、教えていただけるとありがたいです。はい、また今回も曲の解説をさせていただきたいと思います。ボスサイズナウ、直訳すると、今は片面、今は片方とかね、そんな意味になるんでしょうか。逆に言うと昔は両面だったのかなっていうね、感じがします。で、邦題は先ほどから申し上げてますけど、青春の光と影、これ光と影って両極端じゃないですか。なので多分、両極端な部分をこう放題にされたんじゃないかな。要は、先ほど申し上げたように昔は両面で今は片面ということは、青春時代は光と影があって今はまあどちらかに落ち着いてるんじゃないかなっていう、そんな意味合いじゃないかなっていうのがこういろんなネット上の和訳をされてる方のコメントに書いてあったりしたので、そんな風なイメージで今回僕も演奏させていただきました。この曲はですね、1968年に、ジョニー・ミッチェルさんが、作曲をされた曲で、その後ですね、いろんな方がこう歌われて有名になった曲だそうです。私自身もごめんなさい、作った方も、歌ってる方も知らなかったのと、それから曲名すらも知らなかったんです。曲自身は何かの、昔ラジオで聞いたことがあったので、ああ、あの曲ねっていう感じだったんですが、本当にタイトルすらも知らなくて、それもあって今回こう演奏するのに知ってる
曲というかちゃんと分かってる曲じゃなかったもんですから、何回も原曲を聴いたり、それから、まあうちの元生徒さんの浜真子さんの演奏だったり、プーチャンネルさんのピアノを何回も何回も聴いてですね、やっとこうこんな感じかなというふうに思って、まあ、演奏したんですけども、実はこれをやるっていうのを、浜真子さんに連絡したところですね、いや先生楽譜が私が耳コピで書いたのがあるんで送りますよということで送っていただきました。で、まあ、それを参考にして原曲を聴いて少し、リズムを変えてみたり、それから、歌うところをちょっと変えてみたり、浜真子さんはですねソプラノサックスとテナーサックスの、途中から二重奏にして演奏されていたんですけれども、私はもう今回アルトサックスで、あえてやってみました、ちょっとキーは低いかなとは思ったんですけれども、他の曲に比べるとまあそこまで低くない。